じゃあ今回でさ、さっき郵便局に行ったんですけど、新型コロナウイルスの感染症のですね、なんか国際郵便物の、受け取り国とか地域っていう紙をいつもの郵便局のおばちゃんからもらったので、ちょっと撮影していきたいと思います。で、これ今ウイルスの方でですね、なんか発送とかがすごくできなか、あの、できない、トラブルとかがいろいろあって、結構発送できない国とかがあるんですよ。EMS とか発送できなかったりとか、例えばサル便とか発送できなかったりとか。で、多分この国が発送できないんですね。例えばアジアだったら、この辺は多分送んないですよね、あんまり。で、この辺、中東は、ないですね。で、オセニアもあんまないし、ヨーロッパで行くと、やっぱりイタリアであったりとか、あと僕今まで2000個近く海外送ってるので、どれぐらいの割合で言うと、イタリアとか、スペインですね。イタリア、スペイン、あとポルトガルも送ったことありますね。ロシアもダメなんだ。ロシアもありますね。でもそんなもんすかね。あんまり、キルギスもありますね。ギリシャもありますね。スイスも結構ありますね。なかなかあるな。こっちが北中米。ここあんまないですね。で、南米もないし、アフリカもないですね、あんまり。で、インドもないし、イラクとかもあんまりない、ないですね。この辺もないし。南米で言うとチリとか売れますよね。結構なんかイーベイでチリ売れるんですよ。アルゼンチンも売ったことありますね。だからここで今、これちなみに今日4月1日郵便局でもらった紙ですので、多分明日とか明後日とかになるともしかしたらこの国っていうのは増えるかもしれませんので、それは日本の国際郵便のホームページでちゃんと確認できますので、しっかり確認してみてください。やっぱりヨーロッパ系ですよね。例えば今だってアメリカとかだったら発送一応できるみたいなんですよ。でも多分アメリカとかもそのうち発送できなくなる可能性あるので、僕一回 eBay のアカウントを止めようか、それか発送除外国に入れるかっていうのをやろうかなと思ってて。で、例えばそうですね、もうイタリアは除外国もう入れちゃってますので、例えばポルトガルであったりとかスイスだったりとか、こういったところ、それか逆に全て除外国にチェック入れて、で、アメリカとか、例えばイギリスとかですよね、あとオーストラリアとかをチェック外して、発送できる国にしちゃうとか、その方法がいいかもしれないですね。やっぱりサル便の扱いの引き受けを一時停止する国と地域が載ってて、で、サービスで国と地域。で、結構、そうですね、最新の紙になると思うんですよね、多分。わかんないですけど。あれ、でも150カ国とかじゃないですか、今。なんか86カ国になって結構、古そうな気しますけど。126カ国ってこっち書いてあるんだ。でも一応今日もらった郵便局の人からもらった紙なんで、なんか最新かどうかわかんないんですけど、最新のやつは、ホームページ見てもらって、やってもらった方がいいですね。そんな感じで。なかなか厳しいですよね、eBay も。eBay 輸出の売り上げ、だから要は世界中で、こういったウイルスがなってると、なんかもう趣味のものにお金を使うっていう考えがなくなると思うんですよ。要は人間なんで。いや、今何が必要かっていうと、やっぱり消毒であったりとか、マスクであったりとか、あと日用品ですよね。食べ物とかトイレットペーパー、ティッシュとか。だからみんなそういった意識に世界中が行ってるわけなんですよ。で、そこで、例えば、なんかアニメのフィギュアを買おうとか、なんかゲーム買おうとか、このアクセサリー買おうとか、そういった思考にまず人間自体が陥らないと思うんですよ。全世界で。だからそうすると、どう考えても消費っていうのを落ち込みますし、これはもちろん eBay 輸出とかではなくて、もちろん Amazon であったりとか、あとは普通の店舗ですよね。もちろんラーメン屋さんとか居酒屋とか、あと今だったらジムとかスポーツジムとか、あともちろん百貨店とか、東武百貨店とか西武百貨店とかいろいろありますよね。
イトーヨーカドーとかいろいろありますよね、イオンとか、そういったところ もう全部もう売り上げであったりとかが、やっぱり今、趣味のものにお金を使わないっていうか形とか、おもちゃはいらないみたいな感じになっちゃってるので、おもちゃとか、なんか漫画とか、アニメとか、なっちゃってるので、まあ、ちょっと厳しいんじゃないかなって思いますね、ここ。で、これが例えばウイルスが終わった後でも、なんか多分すぐにはまた趣味のものに走ろうっていう気にはならないと思うんですよ、人間って基本的には。だからそうすると、まあそうっすね、なんだろうな、やっぱ無形商品で考えると、今だったら電子書籍作ったりとか、まあ、YouTube でなんか動画編集したりとか、逆にクラウドワークスでなんか家でできる仕事を探してたりとかっていう形になっちゃうので、まあ結構厳しいですよね。だ、僕もやっぱり売り上げとかっていうのは全然やっぱ落ち込みますし、あ、まあ落ち込むって言ってもその出品数が結構多いので、まあ なぜか分かんないですけど、まだ全然毎日は売れてるんですけど、あ、毎日でもなんか届かなそうですよね、結局送ってもそうで、なんか返金とか商品なくなっちゃったみたいになったら、で僕追跡とか基本保険とかつけてないので、発送費用がかかっちゃったりとかも全然しちゃうし、なのでまあきついですね。まあそんな感じで、まあ除外する方法とかもちょっと動画で撮れればいいかなと思ったので、まあちょっとこういった紙とかもですね、やっぱ郵便局、僕プロじゃないですよ、言っときますけど、僕に例えば地域どうですかとか、今発送遅れたりとか、ここどうなってるんですかって僕に聞かれても、僕プロじゃないので、プロっていうのは要は郵便局のホームページであったりとか、郵便局に勤めてる人たちなんですよ。でその人たちに例えば電話で聞いたりとか、直接伺って、今どんな状況ですかとか聞いた方が絶対に早いですので、全てはプロに聞いた方が早いですね。あとはもうニュースですね、国際郵便ってヤフーとかで調べていただければ、すぐ最新のニュースとかが出ますし、あとツイッターとかリアルタイムとかに国際郵便って入力してもらって検索していただければ、最新の情報っていうのもどんどん出てきますので、やっぱりプロに聞いた方が早いので、そこはしっかりとですね、自分で考えてプロに聞いて、で解決策を考える。でその解決策に関しては、まあもちろん僕の方でもいろいろ考えていきたいと思うので、まあなんかアドバイスとかはできればなと思うんですけど、まずはですね、自分で検索するってことが非常に大事だと思いますので、ぜひ確認してみてください。でまたですね、こういった情報、最新情報あれば YouTube に上げていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。じゃあ失礼します。